はい、今回は、ナイロン、東大2009年の問題を説明します。まあ、これナイロンって書いてますけど、これはまあエステルの問題ですね。1番、分子式 C8H12O4 の化合物 A から D があると。化合物 AB では環状構造、化合物 C は環状構造を持たない。化合物 AB の間は10因間、化合物 D は6因間、 D のみが不正炭素原子を持つと。A から D にそれぞれ炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて気体を発生しなかったと。1モルの AD にそれぞれ水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱の時期検査を加えて酸性する。化合物 A から2モルの化合物 D が、化合物 B からは1モルの化合物 F と1モルの G、 化合物 C から1モルの H と2モル I、 化合物 D から1モルの J と1モルの K が得られたと。で、まあいろいろあるんですけど、5番が化合物 F とヘキサメチレンというアミンを縮合重合させると6極ナイロンが生じたと。これはね、C8H12O4 という、分子式やから、まあ、不飽和度を考えて環状構造を考えたら、二重結合があと2つあるというのが分かるんですよね。で、これ3番で水酸化ナトリウムを加えて加水分解してる、してるんで、まあ、これは、まあ、エステルやろうと。ナトリウムを再生をさせても、炭酸水素ナトリウム溶液を加えても気体は発生しなかったということだから、まあ、カルボキシル基 COH はないと。で、5番が、F はヘキサメチレンを縮合重合されて66ナイロンができたということやから、 F はこのアジピン酸やな、アジピン酸で、こういう C が6個の、C が6個の G カルボン線な、こんな構図やね。で、C8H10O4 で、11環っていうのはね、11環っていうのはこう、まあ、C で、まあ、いろいろ考えられないけど、まあ、この、エステル結合があって、で、この F が入ってるということは、3、4つコアなかな、COO、こんな形なのかな。あとは、C をつなげる効果、これは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、こんな構造やな。でこれが多分、この化合物 B からは1モルの F って書いてあるから、まあ、これやな、これが B で、これが水分解したら、これ C の COOH が、これ COOH。これが、F でな。F と、で、ここ C、C の OH、OH、ジオールってのが形のやつができるな。で、これが、何やったっけ、1モルの、B から F と G やな。これが G やな。で、あとは A は、まあ、これと同様なやつを考えたら C、こう、こうで、まあ、こう、つながって C がこう3つやな。で、こちらが O が向いてるな、こうな。で、1、A、2、E、3。こんな構図やな。これは、加水分解したら、まあ、1種類しか生じないということなんで、こういう形ですよね。これが A で、でこれ H2、加水分解したら、C がこう3つで、COOA ってな。で、片方はアルコール。こんな形ができるな。で、A を加水分解すると。A を加水分解したら、これ E が得られると。あとはちょっと分かりにくいな。リン酸、7番のリン酸でエチレンに水溶液をさせていると、化合物 I ができるということやから、これは、C、エチレンに、水溶液入れたら、これはですね、OH、エタノールでできるな。エタノール、これ I だな。I ができると。で、J ってこれは関係ないから。で、今 C が分かれるな。1モルの H と2モルの I ができるということやから、これエタノールができるということやから、 COO の C に H5、 こっちも、COO の C に H5 にしようかな。こうね。で、ここになんかあるな。この C というやつは、環状構造じゃないでね。
環状構造構造じゃなくて、まあ、エッセントで加水分解したらエタノールが2つもできるってなんで、ここを数合わせたら CC やな。 C が123456789くらいかな。で H が、ここ10個やから、 H は全部で、12個やから、ここ20ケースやな。まあ、シスかちょっとトランスか分かりますけど、こんな構造やな。これがあの、C の構造やな。でこれを C を加水分解したら、これは、C に H5OH が2つと、で、ここ COOH がこんな酸が、できるな。これがここで COOH。こんなのができますよね。で、今、2モルで HI と、これは H か、これは H ができると。で、化合物 D からは1モル。化合物 D も分かれんな。これ、6因間やから。例えば、H に周素、周素これ、ガサすると、こう、DR、BR な。トランス化で DR プラスが先化してくるな。ここで正炭素原子ができると。正炭素原子、化合物 L ができる。これ L だ。まあ、H から L に変わったと。で、L に変わったと。で、H でやりました。で、あとは、6因間やな。6因間のやつを見つけんだけど、6因間は、まあ、エステル結合があって、6因間って言ったら、COO で、ここ、C が2つか。まあ、こちらが COO で、1、2、これ5位か。こうか。なあ。で、こうか。これ6位か ?1、2、3、4、5。この構造やな。これ。これ、こんな構造ですか?これ C が、4つで O が4つか。で、O が C が4つで O が4つやな。C がまだまだもっといかなかんな。これ6人かやけど。だから、ここに CC をつけなかんな。CC を。で、これが、6人間 D かな。D の構造で。で、これを加水分解したら、K、J と K がやる。これは J と K やけど、ここで K やな。C のところがアタックされて。だから、これは C のところは OH で、下が COOH かな。でここは CC がついて、これ H。こんなコードですね。これと、もう一個は、ここのところが出てるやつ。これは、C の、まあ一緒やな。一緒で CC で、で、COOH で H。こんなコードですね。で、これが、不正炭素原子があるので、光学異性活性体になりますよね。はい、以上です。